っていうので大体3つぐらい掴めるんじゃないかな、はい、で僕がこれを掴んだのが、はい、まず前後バランステストをやりましたね、はい、それで僕ちょっと苦しかったので、うん、苦しく反らす方が楽だったので、うん、5を掴みました、はいはい、で次の、骨盤開閉テストは、うん、あまりリンクしなかった、はい、ので、うん、省きました、はい、で次のねじれテストは、うん、伸ばした方がやりやすいので、うん、8で首緩めテストが、うん、まあ、特に楽ではなく、うん、右の方が楽なので、はい、3、うん、なので僕は、うん、5、3、8、うん、5、3、8だと、はいはい、体調どうですか。僕1、8、9、これが楽なのは1ですよ。1です、はい、1で後ろが1だった、はい、1で、はい、伸ばした方が力が入る、はい、8負け前で、はい、9は何でしたっけ。9は、はい、吸いながら開き、あで吐きながら閉じ丸まって寝る、うん、が 9、はい、っていうのが、はい、体壁がつかめましたねと、うん、どう思います。ここまでは、はい、あそうなんだですよとなると、はい、でその後ですよね、性格とリンクするっていう。例えば、うん、私が掴んだのが、うん、3、5、8、はい、3を見ると例えば中身の動きとしては、3は好き嫌いで動く、うん、感情が高まって訴えエネルギーを分散する、うん、頭で聞かず胸でその響きを聞いて感情で答える、うん、何でもない言葉から相手の響きを聞く、うん、円満で豊かだが憶測から出た感情を持て余す、うん、そんな感じしますね。で5を見ると、はい、行動しながら考える、うん、考える前に行動する、うん、冒険的な動きを楽しむ、うん、呼吸器系が丈夫、うん、で次8、うん、エネルギーが欠乏すると負けまいとする忍耐型、うん、闘争心を煽ると頑張れる、うん、食べ過ぎ不眠が泌尿器負担となる、うん、まあ僕なんか若干ね、うん、頻尿の気はあるんですね、うん、まあ、年齢もありますね。あ、年齢があるのかな。じゃあちょっと体調見ましょうか、はい、1理論、うん、頭で試作納得批判、うん、弁明する、うん、エネルギーが鬱屈すると空想が湧く、うん、頭の考えを行動にはしない、うん、小言を言うがいい文句を考えただけで言うのを忘れる、うん、で1、8でしたね。1、8で9は、うん、ちょっとここピンとくるんですけど、はい、納得しないとやらない、はい、直感、うん、性エネルギーを、うん、性エネルギー時うっさんに赴く本能型、うん、生活の理由で出口を失うと訴えはうろで広がり、ちょっとこの辺が分かりにくいですね、はい、要は内省的で裏で操る特性を持つ、うんうん、ごめんなさい、はい、ただまあこの納得しないとやらない、はい、っていうこの部分、うんうん、なんかピンとくるとこありません？な、うん、納得、なんか、まあ、あの自分で掴みに行くよりも、うん、体が1、8、9と言ってますよと、わ、うん、かります。で、まあ、どれもなんとなくわかります。あ、うん、はい、で僕も3、5、8が結構ピンときてる、うん、1の頭の中で空想だけで動かないみたいなのわかるしみたいな。ああ、はい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 。っていうので、うん、その、うん、今やったテスト で、うん、でちなみに仮面さんは37。37。すげえ自己中っぽいって書いてある。7はね、うん、8は、うん、負けまいとする人なんですよ。はいはいはい。7は、うん、勝ちに行く人なんです。ああ、負け、ああ、わかります。その負けまいがわかります、はい。僕も負けまいはわかるんですよ。うん、ああ、わかるって言いたくなってんのか。ああ。勝ちたいなのか負けたくないなのか。あ、僕よく、うん、なんて言うんでしょう、煙突町のプペルを見に行きました、はいはいはい、うん、道野さんがのエンドロールを見たときに、うん、負けたと思ったんですよね。で負けまいとしてるか。ちなみにこの、うん、3の体型は曲線的でっていうのがあるんですけど、うん、7がお尻を振って歩くねじれ型、腰が発達していてたくましく、腰より下の動きが迅速、曲線的で胴が太い、
ノートが斜めになる7、うん、ちなみに走っていうのはお尻を振って歩くっていうのは一緒だが、うん、声が大きい、うん、いつでも気張る、いつでも一生懸命、うん、全体的に後ろが重い、うん、っていうのが8、うん、そうするとまあ僕は8はある程度弱いみたいな感じかなかもしれない、はい、ちなみに1の 体としては、うん、首が長く太い、うん、体型が直線的、うん、上に上がる傾向、うん、背伸びして歩く傾向がある、うん、首ポッキーなんて言われるんですけど、うんうん、体調多分昔、うん、今はまあ、はい、ちょっとまんべんなくコーティングされてるかもしれないんですけど、はい、多分昔はおそらく昔は直線的な直線的な。ちなみに体調189189っていうのは、うん、あまり体型の話は脱ぐと硬そうっていうのが出てくるんですけど、もうよくわかんないです。そうですね、はいはい、脱ぐと硬そうの意味がよくわかんないですもんね。先ほどのこのテストで、うん、3つはつかめるんじゃないかな、うんうん、僕もなんとなく19はつかめた感じ。8も、はい、最後の声が大きそうとかでちょっと握ってるのが緩んだ感じ。はい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 、はい、基本体壁も、うん、おそらく3つぐらいは、うんうん、皆さん混合してると、はいはいはい、でこれを上手に、うん、あこれがなんて上手に気持ちが、うん、そうなってるって話なんですよ、はいはい、その自分がやりやすいような形の体になってますと、うんうんうん、で僕は358、うんうん、でそこで初めてこの認知の部分が、うんはい、うん、分かってくるのではと、うんうん、あ、まあ分かってくるかどう、まあそこはいいんじゃないですか。リンクしてるって話ですか。あ、で、うん、要は、はい、先に認知しちゃうとそっちに寄せてくる可能性が、もう結局体壁って体の癖のことは見てないじゃんっていうのがあったんですよね。ただ今のやつをやった上で体壁を見ると、うん、あ、よりなんていうんだろう、認知の部分が、うんうんうん、だ多分他のところを見て、あ、これ僕じゃないかって思うところが多分あっても、それは体に出てないから違うよって話。違うよっていうのができる。はい。はい、初めにやった、フォースタンス理論は全く関係なかったかもしれないですね。はい。はい。